大小ごとの集い開演でございます。主催白山市大小ごと文化連盟、公演白山市白山市文化協会朝顔テレビ、今年は白山市から白山市文化協会を通じ朝顔テレビで収録し放送の運びとなりました。朝顔テレビを通じて皆様にご覧いただきたいと存じます。私たちは今日の開催を目標にして一生懸命練習に励みました。どうぞ楽しみにしていてください。錦秋会富士大小ごと白山スイートピーの皆様です。一曲目は栄光の架け橋、歌手のゆず二人が歌っています。この歌は東日本大震災復興ライブでも熱唱され、被災された方々の背中を押し生きる希望を願った心に残る一曲です。二曲目はパプリカ、昨年のレコード大賞に選ばれました。また今年春の選抜高校野球の入場行進にも選ばれました。子どもから大人まで幅広い世代、各分野でも活用されています。明るく楽しく輪となり親しみを覚える曲です。それでは栄光の架け橋、パプリカの2曲演奏します。どうぞ。Thank you.
day. Kinshūkai Fuji Taishō Goto Hakusan Phrygia. Phrygiaのメンバー西澤夏樹さんのメッセージです。私が大正琴を習い始めたのは、おばあちゃんが大正琴でいろいろな曲を弾いていて、その姿がとても美しかったのでやってみたいと思ったことがきっかけです。教室では年齢差がすごく話がうまくできるか不安だったけど、皆さんが話しかけてくれて不安がなくなりました。今は曲がきちんと弾けてとても楽しいです。演奏曲はコキリコ節とメダカの兄弟、2曲とも全く知りませんでした。コキリコ節は富山県の民謡で日本最古の民謡です。私はとても好きで楽しくレッスンができました。メダカの兄弟もテレビの金床で歌われていたそうですが、とってもノリの良い曲、初舞台ですが頑張りますのでお聴きください。フリージアの皆様どうぞ。
錦秋会富士大正ごと白山なでしこ1曲目のダイアナは1957年ポール・アンカ作詞作曲しご自身も歌って大ヒットした曲です。日本では平尾正明さんが歌ってヒットした曲です。2曲目は嵐のメンバーが紅白歌合戦で歌いましたふるさとを演奏します。ふるさとは遠きにありて思うもの、暑かった夏も過ぎ優しい風が吹いていることでしょう。秋晴れの日テクテクとふるさとを歩いてみた。少し足を伸ばして歩いてみた。自然の中のふるさとの道、それぞれのふるさとを思い聞いていただければ幸いです。ダイアナふるさとを演奏します。どうぞ。Thank you.
錦秋会富士大正ごと白山すずらんの皆様です。演奏曲は祝い酒季節の中で2曲演奏します。祝い酒、この歌は日本を代表する演歌歌手の坂本冬美さんの曲です。結婚式でもよく歌われます。シャープも多くなかなか難しい曲ですが、練習を重ねました。私たちも曲の歌手にある晴れの門出になるように演奏したいと思います。また季節の中では1987年松山千春さんがリリースしたシングル曲です。苦労した曲でしたが、大自然の曲のイメージを壊さないように、また聴いている人に大自然が感じられるよう丁寧に演奏します。それでは祝い酒季節の中で、すずらんの皆様どうぞ。
錦秋会富士大正ごと白山カトレア演奏2曲命の歌津軽恋女。命の歌は NHK 連続テレビドラマ弾丸の劇中歌でもあり、人と人との出会い、縁、そして共に生きていくことの尊さを歌った歌です。津軽恋女、太宰治の小説津軽の冒頭からヒントを得ており、津軽には七つの雪が降る、粉雪、粒雪、綿雪、ざらめ雪、水雪、片雪、春を待つ氷雪で締めくくっています。歌手の新沼謙治さんが歌っています。難しい曲でしたが、皆様の心に残るよう演奏いたします。命の歌津軽恋女。カトレアの皆様どうぞ。
私たち検証会は愛の木と一木の会場で練習しているフレンズと GO の会場で練習しているハーモニーです。コミュニケーションを図り楽しみながら前進を目指しています。金殿流の大正語とはソプラノ、アルト、テナー、ベースの4種類の金を使って演奏する流派です。迫力があり優しさがありいろいろな音色を楽しむことができます。フレンズのチームは静岡県民謡チャッキリ節、三河健一さんのサソリ座の女を演奏します。チャッキリ節、サソリ座の女、どうぞ。
私たち検証会は愛の木と一木の会場で練習しているフレンズと五の会場で練習しているハーモニーです。ハーモニーのチーム曲は森田健一とトップギャランの青春時代、岩崎宏美さんのマドンナたちのララバイです。精一杯気持ちを込めて心を一つにして演奏します。大正ごとの音色をどうぞお楽しみください。ハーモニーの皆様、どうぞ。
上流、エーデルの会と朝顔の会、平成5年に設立してから20年、公益社団法人大正ごと協会として生まれ変わり、第一歩を踏み出しました。会員一人一人が大正ごと普及の自覚と誇りを持って愛好者拡大に貢献しております。金城流エーデルの会はアンサンブルの大正ごとを生涯学習と思う方たちのグループです。演奏曲は親父の海、1972年、歌手の村木健一さんが有線放送で大ヒットした曲です。南国土佐を後にして、1958年 NHK 高知放送局テレビ開始の記念番組として歌の広場に出演したペギー葉山さんが歌って空前のヒット曲となりました。親父の海、南国土佐を後にして、エーデルの会、朝顔の会、どうぞ。
金城流石川金月花組、今年も昨年同様に出演できることを大変に嬉しく思います。私たちもどのような雰囲気の演奏になるか、いろんな意味で印象に残るステージとなりそうです。どんな時も音楽は私たちの心を一つにしてくれます。楽しい演奏となりますよう精一杯頑張りたいです。今回の選曲は、本来であれば夏に開催されるはずだった東京オリンピックを意識して、東京というワードが入った曲を弾いてみたく思いまして、昭和11年に古賀政男先生が作曲された東京ラプソディ、そしてしっとりとした曲、中島みゆきさんのヒット曲糸にしました。どちらもアンサンブルの合奏でお届けします。この演奏会のすべての皆様に感謝しながら、一生懸命演奏させていただきます。東京ラプソディ糸、石川金月花組の皆様、どうぞ。